ライズ思いっきり振ったという打球はレフトスタンドへ。佐藤のプロ入り初ホームランで巨人3対0とリードを広げます。5回今度はワンアウト1塁で6番ゴンザレスが2人目内山のストレートを6号ホームラン。巨人ホームラン攻勢で6対2とヤクルトを突き放しました。